お知らせがあります。チャンネルの名前を変えようと思って、新しいチャンネル名前はチョコちゃんになります。なぜかというと、それ、何時かな？ニックネーム？はい、説明するんですか？わかりました。はい。まず、うん、なぜチャコっていう名前？ニックネームがあるかっていうのは、まあそれは、最初にね、付き合い出した時にある日僕が言い出した呼び名で、本当の名前がね、シャーロットっていうところで、うん、まあ正直言いづらいですよ。英語の発音だと、シャーロット、うんうん。で、結構、R と L の音が入るから、それ日本人にとって一番難しいから。で、ある日突然ね、僕が、シャーロットじゃなくて、チャコでいいんじゃないって思いついて、うんうん、でチャコってなんでチャコかっていうと、まあ、3つぐらいあるんですけど、うん、1つは、日本のね文化とかが大好きで日本に来て、うん、僕とねそれで知り合って、うん、で日本って昔女性はね何々子ってのが多かったじゃないですか、うん、花子とかね友子とかね桜子とか、うん、そうそうそう、うん、それでシャーロットの女の子らしいよね、そうそう、うん、シャーロットの綴りの最初の3文字 CHA、うん、チャでプラス何々こうのこうでチャコっていう響きがいいし、うん、短いし、うん、でプラスねお茶が大好きなんで、そうそう、か京都とかに飲んでます京都にねデートとか行ったらもうお茶ねずっとあれこれ、うん、こう棚をね見てて、うん、だからそういう意味でもお茶の茶に子供のこうで、うん、チャコね、あと茶髪まあ髪の毛がね、うん、もあるし、そうそう髪の毛茶髪っていうのは僕の家が昔猫の、チャトラを1匹飼ってた時期があって、うんうん、でその時のね猫の名前もチャコだったんですよ、うん、なぜその名前選んだの？いや普通にはなんかチャトラだからブラウン、あ、うん、の、毛の色だし、あ、そういうこと、なるほど、そうそう、うん、でプラスそれも女の子だったからチャコっていう、うん、カタカナでチャコっていう名前だったの、うんうん、まあとりあえずそれで、うん、私のニックネームはチャコになってて、うん、でずっと それからずっとチャコって、うん、ね、多分本当あれだよね、付き合い出したのが11月で、うん、多分12月ぐらいのタイミングで急に、うんうん、今説明した3つ4つの理由が全部重なっていきなりねひらめいた感じで、うん、チャコでいいじゃんって、うん、そう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 急に来たね、そう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 、まあでもそういう名前つけてもらって嬉しいです。可愛らしいし、なんか私的にすごく合うと思う。うん。よかったね。よかったね。が説明が長くなったんですけど、それでまあチャコのチャンネルっていう意味と、うん、まあチャコちゃんっていうねその可愛い、あとシンプルだよね。覚えやすい。うん。うんうん、ということなので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、うん、今回はこの辺りで。はい。バイバイ。じゃあねThanks for watching. If you'd like to see more of our adventures, we'd love it if you subscribed, liked, share, and enjoy. Until next time, bye!